俺は夜店で買った200円の清浄機を壁にかけていつも夢見ていた。 Where do I go? そして俺はアメリカに行った。ソニーのラジオ、テレビ、それにホンダのバイクを売り飛ばしてペンフレンドのバネッサに会いに。いや、どこでもよかったんだ。ただあの広い海に俺は裸足になって歩き出したかった。そして俺はアメリカに行った。ジョン・ F ・ケネディの、マリリン・モンローの、マルコム・ X の、カシアス・クレイの、マリファナの、ポップアートのアメリカ。俺の異常班の部屋で星条旗の星がキラキラ輝いていたんだ。あの星を撃て。俺は必死になって生きようとしていた。血と汗を流して燃え尽きて灰になりたかったんだ。だが一体何ができる。貧しい一人の男に、この国は夢もチャンスもなく、ただべったりとした日常の歯車の中で身をすり減らしていくしかない。だから俺は遠くへ行きたかった。何かをこの手で掴みたかったんだ。15少年漂流記をポケットに忍ばせ、たった一回だけしらけることもなく、俺は冒険がしたかったんだ。愛と平和の革命、この世の世俗的な営みの全てからドロップアウトしたフラワーチルドレン、地平線の彼方に幻の国を夢見ていたんだ。腹ん中にしまっときなさいよって。
田舎もんが。俺はそうやって東京へ出てきた。高校卒業するときに決まってた就職先の文房具店に行ったんだ。仕事結構難しかったよ。毎朝役所に注文を取りに行くんだけど、役所のやつが氷鉛筆何ダース、国用の大学ノート何冊、ジブラのボールペン何ダース、パイロットインク何ダース、何とかかんとか何ダース、何とかかんとか何ダースって。俺字を書くのが遅くてさ、ついていけねえんだよ。伝票半分も書かずにさ、店の親父に渡したら、店の親父がそのまま品物を渡して、それをそのまま役所に持っていく。足りねえんだからさ、役所のやつに怒られちまうわ。店に帰ったらまた親父にどやされてさ、ちっとも面白くなかったよ。そんな会社辞めちまったよ。やめて。新宿の街ブラ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 歩いてるうちに、俺いつの間にかヒッピーになっちまった。新宿のグリーンハウスかなんかでフォークソング歌ったよ。バックだね。
私のお腹の中の赤ん坊、3ヶ月の赤ん坊が雪の中に溶けちまった。おかしいんだ。病院のベッドで目覚ましたら、私まだ死んじゃいなかった。あいつの顔が何度も何度も天井に浮かんで、真っ赤な血が体の中をぐるぐると回って、バケツいっぱい血流したっていうのにさ、子供くらいしか産めない女なの。ビシャビ、愛しゃび、そうビシャビ、ねえ見て、愛
らせてた。ある昼夜、ジャンキーがゴロゴロしてるダウンタウンでその日暮らし。友達になった古着屋のギャリーと一緒にフェリーボートに乗るのが楽しみだった。フェリーボートはたったの10セントで、アメリカの夢に破れた男たちの儚い現実からの脱出を乗せて、ゆっくりマンハッタンを出ていく。ゆっくりと左の方には月、そして右には自由の女神。ギャリーと一緒にウイスキーを飲みながら風に吹かれていると、ギャリーが自由の女神に向かって叫ぶんだ。フリーダムだ。そして奴は俺に言うんだ。 I wanna go far away。ちっとも自由じゃないんだ。俺もどっかに行きたい。ニューヨークよりも、自由よりも、もっともっと、もっと遠くへ。一年も経たないうちに、日本とそっくりになっちまったニューヨークを離れて、俺は東京に帰ってきた。Yeah.
さんこんばんは、北は北海道、南は沖縄まで全国114ネットワークでお送りするテレビ夕日でございます。皆様鬱陶しい梅雨も、続きましていかがお過ごしでしょうか。今日は今から7年前1970年に15人の少年たちがニューヨークへ渡り和製ミュージカル黄金バットをヒットさせた東京キッドブラザーズのことをご存知でしょうか。当時その頃の新聞記事によりますとゴールデンバットがかかっているオフロードウェイの劇場シュルダースケアプレイハウスには収容に200人を超えるお客が詰めかけ連日札止めの盛況。その人気上昇ぶりはヒットミュージカル平野の食と同様の勢いと芝居つらいタイム誌の劇評家カレンはこのショーは目と心と感覚の全てにアピールする。舞台で表現される若者の心情は平野以来変わり映えはしないがその表現の仕方がゴールデンバットとは全く違うところだ。これは真夏の清涼剤でありがとうとしか言いようがないと絶賛し、ポスト誌のタルマンは私はかつて日本爆撃に参加をしたがこの芝居を見て初めて本当にすまない気持ちになったと。そして NBC テレビの劇場家プルーブスはニュースの時間にフィルムを見せたが何を隠そう私はこの芝居に3日通い続けたと異例の告白を800万視聴者にしたということです。今日実はこのスタジオに東京キッドの皆さんをお迎えいたしました。それでは東京キッドの皆さんにお話を伺いたいと思います。でもその前に皆さんに小林さんと皆様にはおなじみないのかもしれません。アンダーグラウンドの世界では一部の若者に人気のあるグループだそうです。さてアングラといえば冷蔵庫の隅や下水のあたりにいわば家庭のアングラにホイホイしているゴキブリは嫌ですね。そのようなアングラ族を一網打尽にやっつけちゃうアングラホイホイが発売になりました。家庭の中を我が物顔に歌ったり踊ったり叫んだりしているゴキブリにどうぞ。なんか最近はいろいろゴキブリホイホイが出ましてアングラホイホイと皆さん面白い名前の商品でございますね。よろしくお願いいたします。それでは東京キッドの皆さんにお話を伺いたいと思います。いやーまあ皆さんお久しぶりですね。テレビに出られるのはもうとっくの昔に解散したかと思われましたが何年ぶりですか。そういえば確か7年ぶりと聞いておりました。いやさて東京ボードビルショーの皆さん、いやどうも失礼いたしました。どうも台本が間違ってたようでございます。どうもお見苦しい点をお見せいたしましてどうも失礼いたしました。それでは改めて東京キッドの皆さんにお話を伺いたいと思います。さてあら皆さん久しぶりのテレビ出演で顔が真っ青ですよ。どうしてそんな顔を出されるんですか。テレビは顔がアップになりますから皆さん優しい顔をしてあんまり怖い顔をすると茶の間の皆さんがびっくりします。さて片道切符でニューヨークへ行かれたそうですが、なんでも公演に失敗するとハドソンに飛び込むつもりだ。いやー皆さんようございましたね。本当に住んでのところでドザイモンですよ。そしてまた何を思ったか東京キッドブラザーズは昔の夢をもう一度とあの黄金バットを再演するということになったそうです。そうですね皆さん。それでは皆さん30秒でなぜまたあの黄金バットを再演するかということを聞いてみたいと思います。昔のような気がする。生まれて住み慣れた街を訪ねてはThank you.
ラバーになったのさ。つなぎが変わったのに乗らなかったじゃない。俺は別に急ぐためじゃないからさ。そうね、年を取ったら急ぎ旅なんてする必要ないもんね。でも私は若いからさ、スーパーカーみたいに入ってきちゃうんだけど。よしこ、みんないるかもしれないと思って覗いてみたけど誰もいなかった。真っ暗で、ね、時々ここのバス停にバスで帰ってくるかもしれないと思って待ってた。これ食べる。ね、私のこと覚えてる？はい、何？一人もみ探しましたよ。ちょっとですね、しますけどここら辺何丁目なんだって。あちらの角のポストからね、こちらの橋の手元までみんなの街です。一丁目一番地はっしゃがこれ上島屋のおちゃんじゃないか。これマスクと小籔さんがあるから、それに今3年前。Oh,
みんなが帰って行ったからってすぐにやめられないし、二人で泣きながら殴りっこしたっけ。いつまでもボケやってして見てたのがヨシコだったよな。結局三人で手つないで夕べの道を歩いて帰ってきたっけ。お前今何してるんだ。小学校の時さ、蛍の光を歌って泣いたっけ。あの歌を歌うとなんで悲しいか分かるか。別れが悲しいんじゃねえよ。歌が終わるとその時からどっさり悲しみが待ち受けてっからさ。上の学校や初恋、やっぱ世間の目は冷てえや。大人になると苦しさや虚しさが嫌おなしに襲ってくるんだ。あの瞬間から現実の中に転がり落ちてしまい、俺はろくでなしのヤクザになっちまった。中学高校と頭も悪けりゃ何の取り柄もねえ。あっという間に職を見つけなきゃならねえってやんで、俺はコックになろうと思ってレストランに勤めた。毎日毎日皿洗い、玉ねぎを刻み働いた。辛かったわけじゃねえよ。だって勤めろ、面白くねえんだよ。一生玉ねぎを剥き続けてみろよ。やっぱ涙が出てくるぜ。それによ、吐く息かなんかコックなんて見向きもしねえ。店にたまに来る女子大生に惚れちまってよ。俺はその子が来たらサラダやスープに心を込めてちょっとした付け足しをしてやってよ。トマトを余分に盛ったり、スープを少し多くカップに入れてやったり、ささやかだけどよ。女ってやつはなんて心をときめかせるもんなんだ。信じらんなかった。だからある日坂道まで追いかけて、好きだよ、告白しちゃったんで、付き合ってもらえませんか。その子は逃げていきやがった。待てよ。振り向きもせずに行っちめやがった。店へ帰ると屋根に肉を厚く切るのとか、さらわるとぶら下がるしよ。ボイヤーウェイトルさん欲求不満で当たり散らす。ちっとも面白がねえ。バクチと酒、俺はいつか一旗あげると思ったけど、ダメになっちまった。仕方ねえじゃんよ、グレンのもよ。だけど俺、桜の花びらが学生服にパッと舞ってよ、小学校のグラウンドでみんなで記念撮影した日のことは忘れやしねえぜ。みんなだって目つぶれば浮かんでくるだろう。なあ、私もかれこれ30年になりますが、上島一筋に生きてきました。大正末期の不景気に街頭で飴を売りながら子供たちに見せるようになりまして、紙芝居も次第次第にその数を増していきました。街頭地駒やクロバット、オペラの怪人など町から町へと自転車にまたがり、路地裏という路地裏で見せて回ったものでした。あ、メモはできてますかな。あれはちょうど昭和5年の年末のことでした。その当時最も人気のあったクロバットの解決編の中に、突如として黄金の骸骨に真っ赤なマントを翻し、シルバーバトンを手に持った黄金バットが現れ、一撃のもとにクロバットを倒し、声高らかな笑い声とともに天空高く飛び去っていったのです。うわっは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 っうわっは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 っうわっは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 
地裏という路地裏に出没したものでした。しかしながら昭和35年のテレビブームがやってまいりますと、紙芝居は一気に廃れまして、全国に5万人もいたでしょうか。その紙芝居屋たちも次第次第にいなくなり、今ではもう100人もいないでしょう。その当時紙芝居の絵描きたちだった白戸三平や小島豪石、水木しげるたちも劇画に移り、みんな漫画に撮られてしまったというわけです。でもあの頃の笑い声は今も消えません。あの時の子供たちは一体どこへ行ってしまったのか。町の飲み屋に入り、いい女がおれば
日課とあげずに通い詰め、ちらっと女の顔を見て、ああこの子も不幸の星を背負って生きとる、ああ両親に死に別れて付き合った男がこれもんでヒロポンでも撃たれて、ああヒロにがんじがらめ、うん許せん、わしが助けてやるぞ、待ってろよ、天に代わって釘を打つ。あ、そう思ったら、あらあら不思議、あら不思議、にょっきり伸びる我が息子、ムンズと掴んで、黄金バットだ。いや、女を口説くときってのは何とも言えないもんでしてな、なんせスラ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 嘘が出てくるでしょう。さあ行きましょうか。どうぞどうぞ。なんだお前、ガムツァルテチやねえか、何やってんだ。俺は親父の仕事手伝ってんのや。ケモンがそんな格好で味の干物なんか売ってんのか。とんだジャパニーズグラフィティだぜ。入れ歯の抜けたばあさんがお前に来てよ、干物のグラフィティになっちゃったりして。みんな今日がこの街の最後だってこと知ってたんだな。明日からだんだん立ち退きが始まるらしいや。こんな街なくなっちまった方がいいよ。ここ帰ってくるとアジアのヒンミックスみてえでいけねえや。俺がディスコ踊っていい気持ちで帰ってくんだろう。そして玄関を開ける、焼き魚の匂いが鼻にツーンときたかと思うと、なんだお前帰ってたの。ご飯はぬっと顔を出した宝飾人種、これが誰だとも俺のお母なんだぜ、マザーファッカーがねえが。で俺言ってやったんだよ母さん。母さん、俺のルーツについて調べたいと思うんだけど、もしかしたらアメリカ人とできちまって俺が生まれたんじゃねえだろうね。と聞くとよ、何言ってんだよ、私はルーツじゃないよ。うちのおじいちゃんはトラジロ、ひいおじいちゃんはタブサク、マジケラシの日本人だよ。何言ってんだこのバカ。なってよ、結局俺はドン百姓なんだよ。もしかしたらおめえ、ルリコじゃねえか。いいわよ、こんなでっかくなりやがって。顔だけ赤ん坊とってちっともわかんないけどよ、裸で歩き回って俺っつってしょんべんたらして泣いてやがった。もう小学生とな。失礼ね、中学生よ。信じられない。とても大人びて僕の前を見知らぬ旅人のように過ぎた。少女はとても遠く
ここが立ち退きになって大きなビルが建つって知ってるか。反対してんのは紙芝居やろっちゃんだけさ。無理もねえや。ここを離れたら野垂れ死にすんのがオチだもんな。どうしてここへ。いや、何年かぶりに全部捨ててさ、旅に出ようかと思ってちょっとやっただけなの。俺もいろんなことしてきたみたいだけど、今考えるとなんかちょっとした思い出にしか過ぎないみたいで。短いよねさ。俺のふるさとというにはなんかあまりにも小さな町、まるで少年時代の思い出の宝の箱といった方がぴったりする。この路地やあの葉っぱのあちこちに俺の捨てたビー玉とか可愛がってた犬の墓、錆びたナイフなんかがひっそりと眠ってるはずさ。俺はこの狭いほんの一握りの空間を全部知ることもなければ、手に入れることもできないままにこの町出て行ったんだ。いい町なのにさ、俺の夢や希望は全部ここで生まれたんだ。あの空き地で野球をやってた時の俺の顔は太陽を浴びてキラキラ輝いてたはずだ。あそこでの全てが全部奇跡だった。この街離れて俺が掴んだものって言ったら、なんか全てが虚しい夢の三番のような。帰ろうとしてもまだ怖くて帰れない。でこうして今回眺めてる機会が少し、みんなどうしたんだ。誰かもっと景気のいい話はねえのか。Oh,
俺は水江という女と付き合っていた。一緒に暮らしていたんだ。屋根裏部屋に住みたいと思って何日もかかってやっと見つけた時はとっても嬉しかった。木の小さな穴に住むリスのように二人っきりで暮らしたかったんだ。水江はとっても明るくて可愛くて素直でとってもいい子だった。でも俺はなんだかそれだけでは満たされなかったんだ。だんだんその部屋が、その屋根裏部屋が牢獄のように思えてきて、だんだん生活という檻の中で牙を失っていくアラのような獣になっちまう俺が自分が嫌だったんだ。ある朝、水江がトーストを差し出すんだ。俺それ受け取ろうとした時、水江、俺は今なんで生きてるんだ。なぜ、なぜ。まるで古本屋の本棚にある埃をかぶった人生論のような施設が込み上げてきて、俺はほとんど殺意に満ちた目で水江を睨んでいた。水江はトーストを持ったまま、いぶかしげに首をかしげてるんだ。かわいいんだ。首かしげちゃってさ、すげえかわいいんだ。かわいい、きれい、小綺麗な部屋、俺何だか分かんないけどさ、嫌になっちまってさ、俺外に飛び出して人の顔見るだけで俺何だかムカムカしまうほど何だかいらだってたんだよ。そんな頃、水江が私子供ができたみたい。窓から雪が降ってるのが見えた。窓からさ、雪が降ってるんだ、綺麗な雪が。とっても綺麗でさ。なんだかとっても寒かったよ。まるで罪を告白するようにうなだれる俺、水江がとても見れなかったよ。ちょっと出かけるよ。ちょっと出かけてくるよって言った。外出たら雪がまあまあ降っててさ、俺なんだか急におかしくなっちゃってさ、なんだかおかしいんだよ。雪がすごい降っててさ、おかしくてさ、俺二度と帰らなかったわ。去年水江は他の男と結婚して北海道に行ったという。あんまり幸せでないって。そして俺は、人を愛するという、人を愛するという大切なものを失ってしまった。俺は今日お前に手紙を書いた。
愛してる。荷物をまとめてすぐに帰ってきてくれないか。この手紙をポストに入れてくれませんか。